静岡県富士スピードウェイで行われた24時間耐久レース。走るのは二酸化炭素を出さない水素エンジン車。レースに参戦して1年、その進化とは。来年期間で水素を燃やして走るトヨタ自動車の水素エンジン車。去年5月のスーパー耐久初参戦以来6回目のレースです。今回の24時間耐久レースにはラリーカーのトップドライバーラトバラ選手らがチームに仲間入り。ドライバーたちにとって水素エンジン車の印象は？カーボンニュートラルであの音も聞けてレースしてるっていう感じがあります。水素エンジン車はレースという過酷な環境で1年間成長をし続けてきました。この1年間ですね、本当に多くのエネルギーを作る、そして運ぶ、使う仲間たちが、増えてきたというふうに思いますし、この地球どうにかしようよという仲間たちが一つの選択肢に集中することなく、いろんな方法があるよねという意思の表れだったというふうに思いますので。協力する企業や自治体は去年のレース参戦時の8から24に拡大しました。さらに中国やフィリピンなどからも企業5社がパートナー企業に加入。モータースポーツを通じたカーボンニュートラルへの取り組みはアジアに広がっています。航続距離はこの1年で 20% 向上し、水素の充填時間も5分から1分半に短縮。1年前の初戦より120周多い478周、およそ2181キロで無事24時間を走り切りました。1年間の成長っていうのは、まずその登る山の形が見えたということと、今我々がその山の何合目にいるのかっていうことが分かってるっていうことが非常に大きい。イベント会場では水素タンクを床下に埋め込んで室内空間を確保した車両もお披露目。いよいよ市販化も現実味を帯びてきた水素エンジン車。その開発の道のりは今何合目？4合目ぐらいには来てるんでしょうけれども、安全安心なモビリティでない限りは世の中に出せないので、そういうところの品質保証っていうのまで含めて考えると、まだまだ険しい登山が続くんだろうな。次回、水素のこともっと知りたい。